オーストラリア空軍博物館は、オーストラリアのビクトリア州ポイントクックに位置するオーストラリア空軍、ウィリアムズ基地内にあり、空軍博物館としては、世界で2番目に古い歴史を持つオーストラリア空軍の公式博物館。この博物館では、オーストラリア空軍が、オーストラリア飛行軍団として編成されてから、現在に至るまで、オーストラリア空軍にとって重要であった、 航空機を展示している。空軍中将、サージョージ・ジョーンズの指示によって1952年に開設された博物館は、もともとはポイントクックの空軍司令部の一部局とされていたが、1988年に空軍の独立した組織単位となった。現在はオーストラリア空軍訓練航空団の監督下に置かれている。この博物館は入館無料である。 開館時間は火曜日から金曜日が午前10時から午後3時、週末と祝日は午前10時から午後5時である。休館日は月曜日とクリスマスの日、正金曜日である。オーストラリア空軍、ウィリアムズ基地は現役の軍事施設であり、基地のゲートにおいて成人の入館者は写真付きの身分証明を提示し、署名して入港しなければならない。 軍事航空の100年の一環として展示されている、ブリストルボックスカイトのレプリカ。航空機、ヘリコプター、ミサイルなどは、数箇所に分散して展示されている。デハビランド DH-82 タイガーアモスロッキード C-130、アンペアハーキュリーズ CA-25 から39、ウィンジール a 8 5から439現在、展示されていない、保存航空機には次のようなものがある。 博物館では毎週日曜日、火曜日、木曜日に来場者のために実際に航空機を飛行させる、双方向的な展示も行っている。使用される航空機は博物館が所有している CA-18 マスタング、ノースアメリカンハーバード、CAC ウィンジール、CT4A トレーナーでハビランドタイガーモス、レプリカ機では ロイヤルエアクラフトファクトリー RE8 やソッピース、パップである。また、他の博物館から提供された機材が用いられて、胴体展示に加わることもあり、飛行を終え着陸した後には、パイロットが観客と双方向的にやり取りをしたり、質問に答えるようになっている。オーストラリア空軍の極限飛行チームである、ルーレッツは、年に2回、 通常の日曜日の動態展示に変わる形で演技を披露しており、その日程はソーシャルメディアを通して告知される。ありがとうございます。